シャルル・ネグレは、フランスの画家、1850年代から写真作品を残した初期の写真家である。フランスの南東部のアルプマリティーム県のグラースに生まれた。パリに出て、フランス国立高等美術学校に入学し、ポール・ド・ラ・ローシュ、ミシェル・マルタンド・ドロラン、ドミニク・アングルに学んだ。1843年から1864年の間、サロン・ド・パリに出展し、 1850年に三等メダルを受賞した。1847年に人気画家、フランツ・ヴィンター・ハルターの後を継いで、国王、ルイ・フィリップの肖像画の注文を受けた。画家、版画家としてのねぐれの作品は、プロバンス美術歴史博物館や、モントーバンのアングル美術館などに収蔵されている。ダゲールが1839年に写真術の発明を発表した後、 ネグレはパリの自分のスタジオに写真機を置いた。好奇心と自らの絵画表現に役立てる目的であったが、すぐに写真表現の可能性に気づき、写真家として専念することになった。当時の写真研究家の中で最も芸術的才能を持った人物として、ネグレの写真は評判となり認知された。写真製版の技術の改良をもいった。フランスでは、 作家、考古学者のプロスペルメリメの提案で、フランスの考古学的、歴史的遺物を写真で残すミッションズ、ヘリオグラフィックスというプロジェクトが行われたが、ネグレはそのメンバーに選ばれなかった。それに不満を持ったネグレは、フランス南西部の撮影を行い、アルプマリティーム県を撮影した、最初の写真家となった。シャルトロ大聖堂の写真撮影を行い、 1865年には、考古学者のルイ,イーヌ公爵の依頼で、中東の司会、ペトラ遺跡の撮影旅行を行った。彼の写真集は出版業者のグーピルによって出版された。1863年に健康上の問題もあって、故郷に戻り、ニースに住み、ニースの学校で教え、工房も開きコートダジュールの風景写真などを撮影した。ありがとうございます。